立川志らく師匠が松本人志氏について披露日で語ったことがですね炎上というか物議を醸しているんですけどもんまあね松本人志にはテレビに出てほしいとで松本人志さんがテレビに出てるのを見たくないんであればチャンネル変えりゃいいだろうというような発言ですね。 があったんですけどもそういう問題じゃないでしょっていうようなところなんですけどもこれもひも解くとやっぱり一番気になっているポイントとしてはこの平成のテレビ市場主義みたいなところこれがもういよいよ崩壊していますよっていうただしですね、えっと、それをですねこの誤ったら死ぬ病に一連のこのテレビ村の人 誤っ,ったら死ぬ病これ何でしょうねみたいなところですよね。まあねもう認めるべきとこは認めてえここが悪いここがいいこれだったらすいませんさえすればあの何とでもなるというかあのこう視聴者だという世間はですねあの受け入れる準備はもう当然できているにもかかわらず何だかですねあの 松本仁さんも、まあ、不快に思った人がいるのであれば謝罪,謝罪したいだとかですねなんかあの釈然としない謝り方をしちゃってたりだとか、まあ、今回の白らく師匠に関してもですねうんもう見た,見たくないって人がいればテレビチャンネル変えればいいんだみたいなですねいやそういうことじゃないでしょうみたいなところになってるんですよね。 まあ白く師匠のコメントでいくと、えー、松本さんのことをタレントが少しでも擁護すると袋叩きに合うお前も性加会社の味方なのかだけどよくよく考えてみたら松本さんは逮捕されたわけでもない、えー、起訴されたわけでもないゴシップ誌が書いただけゴシップ誌は特には真実をつくこともあるいい加減なことを書くこともある私は個人的なゴシップ誌が書くことは信用はしていないんですけども だから、ヒフティヒフティなんですよ。分からないんですよ、何があったのか。今回は被害を受けた女性がいる。これが真実なら本当に気の毒だと。でも、松本さんは真実じゃなかったらどうしてここまで叩かれるんだろう。今回は3位版を続けるよりも早く復帰したい。その1点だと思うんですよね。あと、使うか使わないか、スポンサーとテレビ局側だから。我々がどうのこうの言えるわけではない。私はずっと松本さんのことは信じている仲間だから待っています。真実は分からない。 ただ松本さんがもしも復活することがあるんだったらばどういうコメントを最初に言うか是非ともかっこいい松本人志を見せてもらいたいそれを見たくないって人はテレビチャンネル変えりゃいいことだけですからこれね、あのー、松本さんが訴えを起こす前であれば分かるんですけども5億5,000万円をこう。 ふっっかかけてっていいう言葉が適切かは分からない「まあ、5億5,000万だ」って言って裁判をしてで「事実無根なので戦います」と言った上で裁判してきたってことは事実無根だって主張していたにもかかわらず引き下げまあ要はその訴えを下げたと。でそれはどういう意味をことを示してるかっていうとまあそういう事実があった って言っているのかでも物的証拠はないなんていうことを言ってであの不快に思った人がいるのであれば「あやまるだ」とかなんかねどっちこれど,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 どっちみたいなどっちつかずをずっと続けてきっといて、えー、まあテレビ出ますっていうところいやいやあのなん事実無根だったら事実無根を証明するために5億5,000万って言ったんでしょうみたいな。 この釈然としない中で、えー、また結局白久師匠は結局なんか美談に持っていこうとしている、うん、まあ、うん、もうフィフティフィフティだから分からない、うん、っていうところで、えー、あとはなんかけれんみたっぷりにですね是非ともかっこいい松本人志を見せてもらいたいだとかですねなんかねちゃんと要は整 <laughs> 理整頓をした上で。 あの、テレビ出る出ない決めましょう。そのために裁判をするって言ったんですよね。つっ,って。なんかね、その辺を結局美談にして、かっこいい松本人志。で、結局それを見たくないんだったらもうテレビのチャンネル変えりゃいいことですよ。みたいな開き直り。これがね、良くないですよね。あの、いやじゃなくて、そもそも公共の電波を使っているのであれば、 あのこれはねあの競争原理が働いていない、まあ、電波っていうのはもう本当に限られたあの業者、えー、に割り当てられてますからどのチャンネルに変えたって、えー、公共性のあるものが担保されていなければいけないわけでありこ,れこのチャンネル見たくないんだったらここにすりゃいいじゃんっていうような話ではないんですよね。だから正直なところ あの、公共性がないことをするのであれば、テレビ以外でやってくれっていうのが、もうそもそもテレビが、こう、あの、テレビに与えられた公共性から言うと、あの、チャンネル変えればいいじゃんみたいな、居直りなことは、あの、そもそもがテレビって言っちゃダメですると。で、あの、その主張であれば、あの、ネットリックス、YouTube でやればいいじゃんですから。 えー、プライムでやりゃいいじゃん自分でやりゃいいじゃんですからテレビでやる以上はあのー、公共性のあることしてくださいこれでしかないですからね何をその居直り,りのですよあの論調をですね、あのー、美談かのように、うん、松本さんをかっこよく仲間だからみたいな,なんか釈然としないですよねだからこの辺で何ていうんですかだからもう,もう世間はあのー あれなんですよ。あの、もう、明確に整理整頓できたのであれば、どうぞテレビ出ようが何しても構いませんって別に何でもいいですよ。許してないわけじゃないですよ。松本さんをとか。ただ、こう、何て言うんですか、事件だったのかあ、事件じゃなかったのか、事実無根だったのか、事実無根じゃなかったのか、それを言わずして、また、あ、なんかテレビ出てきて、 でそれを美ダンスみたいな感じってことはもうそろそろやめないかいっていうようなことですよねで謝ったら死ぬ病ではないですけどもそこをですね、うん、なんかねまた白く師匠がこうそっちのけでですねこの事件なのか何なのかをそっちのけでこうテレビとネットで叩いてる人たちみたいな。 そういう風うな扱いにするっていうのが炎上の原因になっているっていうところです。